はい、皆さんこんにちは、あちでございます。スカイリムですね、やっていきたいと思いますよ。ちょっとラグがひどいんでね、設定ちょっと変えてきましたよ。これでちゃんと動けば嬉しいけどね。あ、軽くなった気がするよいや違うね、これ絶対私の単なる思い込みだわ。あ、でもね、もういつもにな、いつものようになってきた。やっぱりいつものセッティングが必要なんだね、もうね。で、これが私がやったスキーバさんかな。うわー、なんかすごい。あ、そうだ、これグロあるんでね、もう今遅いか。グロいのあるんで気をつけてください。さあ、あ、しかも罠発動してるわ、これ。そういうことか。これ罠発動しますね。さあ、じゃあ、ちゃちゃっと行きましょうね。こっち？よいしょ。あ、明らかに軽い。あ、やっぱセッティングって大事だわ。はい。はい、上がりますよ。で、でですね、上に上がって、やっつけれる人みんなやっつけたいんだけど、私の弓でやっつけれるかな。暗殺、どれだけ暗殺できるかっていうところがポイントなんですけどね。あ、外だね。で、うち中に入っちゃいました。で、私は隠密がそんなに高いでね、おそらく問題なく入れますよ。あ、熟練者、熟練者か。中までは入らない方がいいのかな。いや、でも中入るべきだよね。敵さんいるんですよね、ここね、外ね。敵さんというか人がいます。何あれ？これなんだい？なんか倒れてる。鶏？ああ、やられちゃってるじゃない。え、どうしようかな。一応ね、私のね、うわぁ、たんまりあるからこっちで見た方がいいね。あら？あら？あら？あらららら、ら、よいしょ。これで、あ、違う、それは違いますよ。マップだね。で、なんて言ってっかな。アリンゴスの金庫を空にする。あ、まずそれもあるのか。金庫を空にするのは後にしますか。これね、今人いたでしょう。ここら辺の人は軒並みやっつけてしまいましょうということなんですよね。本来はね、やっつけなくていいんですけど、もう私ね、やっつけますよ。いないね。あ、これは私出てきたとこだね。いない？いや、そんなことないんだけどね。いない？あ、いたいた。赤く光ってるからね、あの人敵だね。こっちから行くべきか。いないね。あそこだね。ちょっと遠いかな。と。あ、いた。あれだね。こっち見てる気がすんね。いや、まずあれだね。違うね。まずこれだわ。で、一応保険で、氷の精霊ね。はじめにもうささっと仲良くなってる方がいいんだよね、多分ね。当たるかい？あ、当たるね、これ。いじっこい！は？当たんない。バレた？バレたよ、これ。これ多分バレたよ。まあ、ここにいたらあれかな？こっち来るでしょ、多分。ああ、いっぱいいるね。いっぱい来るわ。いっぱい来そうだけど目が細くなってんで。大丈夫でしょ。当たんなかったね。すごくいい天気でのどかなところでこんなになってるんだけど、ちょっと失敗したね。いっぱいいたね。 4,5 人もっといるかな。これこっちから行くのはまずいね。こっちから回り込んじゃおう。
今なんか声が聞こえたよね、うっすらと。先に焼いちゃいましょうか。で、その後金庫空にしちゃいましょうかね。そういう感じでいけばいいかなと思います。よいしょ、いないかい。あ、あそこ二人いるね。右が多分いるね。おう、お、聞かない。嘘嘘、聞かなかった。聞かないんだこの人。聞かなく、え、聞かない。あ、イベントだから聞かないのかこの人。あ、聞かないね。殴られちった。大して減ってないけどね。まあここアイスストームで行っちゃうか。銃弾好きだねあなた。うい、まだ行くよ。うわー、おっと、殴られちった。ちょっと待って、もうこうなったらね、もう私は治癒の光で行っちゃおうか。いくら殴られても大丈夫だよ。よいしょ、強いなあ。うまた来たよ。なんか隠密してるし。いやー、ちょっと待って。やれるもんならいや、もうあなたはやっつけときましょうか。あなたはね、なんだっけ、あのダガダ、やっつけましたよ。もう慣れてないから思いっきり言ってるけどね。よいしょガードしてます。いや、行くわよ。もうお前に負けちゃう。よいしょ、あー、なんとか虎の湯を買ってやりましたよ。よいしょ、落ちちゃったけどね。あー、浮いてるわ。うん、あなたね、あなたを有機支配しちゃったらどうなんだろう。届くかな。ああ、そうだ、この人できないんだね。お、行っちゃった。あ、いいの持ってないね。となるとやっぱりこれかな。もう氷の精霊だね。行く。あ、よかった。さあ、うっすらなっていくんでバレてないね。さあどうしましょう。あ、お水上がりましたね。さあ、私のお水も結構上がってきてるんで、そう簡単にはバレないんですけどね。まず蜂蜜焼きましょうか。蜂蜜焼くんじゃないわ、蜂の巣焼きましょうか。蜂の巣はちょっとね、本当はね、しょぼい、火の魔法でいいんですけど、私もうエクスプロージョンでいきますよ。めんどくさいから。はい、1個。じゃあ、はい、2個。で、あともう1個ね、どれにしよう。まあ、隣で行こうか。ダーンと、はい。うわ、4つ焼けちゃった。あら、焼きすぎたらダメだったっけ。はい、焼き払うは完了ですね。バレた？誰に？おお、来てる来てる。よいしょ。おおおおおおお。いや、逃げ足だけは負けないわよ。ちょっと待って、どうしようどうしようどうしよう。アイスストームで行こうか、とりあえず。硬いんだよね、でもこの人だね。あ、硬いわ。うう、はい、足遅くしてドーンと。いやー、あなたたちの足を遅くしますよ、とりあえず。うい、よし、足遅くなってる。あ、一人遅くなってんね。一人遅くなってますわ、この人ね。
イリムはノルドのものだ。いや関係ないでしょそれ。スカイリムのノルドのものは関係ないだろう。あーまた硬いね。あ一人飛んでたかな。もうじきやられちゃうね。うん、そのために取るでしょ。よいしょよいしょ。いやいやダメだよ。あた硬いんだよね。やっつけれた。はい、つけれたね。いただきますよ。あ、なんもないんだ。いいの。6にないんだ。いや、ダメだよ。とどめ刺さないと。ちゃんと刺さないとね。あー、ほんといいのないね。これで皆さん、いなくなったかな。いや、でもまだいるよね。確かいたと思うんです。もうな、あ、いるわ、いる。いるね。向こうに一人いるね。やっつけちゃいましょうか。あ、来た来た。いたね。どうしよう。狙撃？もう、魔法でいっちゃう？あ、二人いるね。おお。ちょっと待って。じゃこっちを。おっと。ケース上がっちゃったね。いや、ちょっと待ってね。これ怖いから。私なんてだって神だからね。装備神だからね。もう、隠れながらやらないと。いや、いや、行ってください。行ってください。おお、食らってる。どこからだ？こうなったら、炎の精霊でいきましょう。飛び道具でね、ガンガンいっちゃってください。あっち？おお、行ったね。やっぱ飛び道具違うわ。うん、違うね。飛び道具いいね。どうなる？私ちょっと隠れるところ行かないといけないね。うわー、弓が飛んできてるよ。ん？あ、やられちゃったね。やられてもいっぱい出せるからね。じゃあ私はどうする？私はアイススタムで持っとくか。こっちいるね。さあ届くかな。アイスストームはねめっちゃ大きいんで届いてない？届いてないかな。あら？隠密が成立してるのでやっつけちゃった？いや、発見されたのは誰？あ、やっぱ敵いるわ。狙撃しちゃおっか。いるね。隠密が成立しちゃったんだ。おっ、当たったよ。行ってください。いやいや、邪魔しないで。やられちゃった？やられちゃったね、うちの。うん。おお、怖い。飛んできてる、飛んできてる。こっちから行っちゃおっか。当たった。不意打ち。バレてる？さあ隠れときましょう。あ、バレちゃった。バレちゃった。ちょっとバレると敵弓だからやばいよね。ちょっと弓だから隠れとこう。遠隔でやっていくんだよね。うわ、当たる当たる。いるね、あそこにね。よし、この距離だったら氷の精霊いけるんじゃない？あ、いたいたいた。もうやっつけちゃってくださいよ、もう。やっつけちゃってくださいよ、もう氷の精霊さん。お、当たってる。おお、厳しい。あー、あそこに一人いるわ。終わらせてやる。よし、弓に当たらないとこ行かないとね。あいつガンガン行っちゃってくださいよ、もう。当てにしてね。よし、いや違うよ、もうとどめ刺さないと。
はい、刺しましたね。さあどん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 刺していきましょう。え、どこ行くの？盗賊なんてもう、盗賊なんてもういいですよ、もう。目立ってもいいですよ。さあ、はい。よいしょ。わあ、あんた元気だね。うぅ。いやあ。おお、おっと。おっと、とっとっとっと、飛べる？飛べる？飛べない。あ、落ちちゃった。ちょっと待ってね。他者チューじゃなくてチューだね。おっと、一応ここは行けたけど、入れる？あ、行けたね。おっと、隠密ダメだよ、隠密、隠密ダメだよ。おっと、おお。その程度か。精霊先輩よろしくお願いします危ないってあれあれしない、本当にね。アイスストームだもん君たちも。よし、やっつけた。はい、お願いします。やめろ。あ、外れ、外れてる。やっぱこの精霊さ強いね。なんだかんだ。じゃあ、じゃあここで私がもうね、ダガーでいきますよ。よいしょ。おー、片手武器上がりましたね。26だって。さあ、よいしょ、まだいる？あ、いる、いるのね。そっちに行くとこ見ると。いるんだね、きっと。いないの？あ、じゃあね、ちょっと時間良くなったんで、この辺で終わっておきましょうか。スカイリム終わっておきます。どうもありがとうございました。倒さないで。